メルセデス・ベンツ 300SLR はドイツのダイムラー・ベンツが開発し、1955年のスポーツカー世界選手権で使用したスポーツカーである。300SLR は1954年の F1 世界選手権に登場した F1 マシン W196 をベースにしてスポーツカーに改装したものである。競技種目の違いによる仕様変更点はあるが、シャーシやブレーキ、サスペンションといった基本構造は共通している。社名の300は3リッターエンジン、SLR はドイツ語でスポーツ、ライクと連和眼を表す。名称やスタイリングが似ていることから、市販スポーツカー 300SL のエボリューションモデルと思われがちだが、関連性は全くない。紛らわしい名前が付けられたのは、300SL の宣伝広報を兼ねたため、と言われる。300SL と 300SLR が系列関係にないことは形式番号からもわかる。300SL のプロトタイプは W194、1955年から発売された 300SL は W198 である。一方、F1 マシン W196 は W196R、当社は W196S である。1から10号車の計9台が製作され、メルセデス・ベンツのワークスチームのみが使用した。1から6、10号車は屋根なしのオープンタイプで、1、2、10号車が開発、練習用、3から6号車がレース用として使用された。7、8号車は屋根付きのクーペタイプで、レースには出走しなかった。ニュルブルクリンクを走行する300、SLR シャーシ構造は20から 25mm 径の鋼管を組み合わせたスペースフレームである。ホイールベースは 2370mm、トレッドは前 1330mm、後 1380mm。W196 との違いは単座から2座席への変更、ホイールベースの延長、燃料タンクの大型化とオイルタンクの移設などである。サスペンションは前後独立懸架式で、トーションバースプリングの採用と、リアスイングアクスルの一点支持が特徴に挙げられる。前後輪のインボード式、ドラムブレーキには、大型の冷却フィンが付けられたが、長距離レースでは、フェード現象の発生により、ブレーキロックする恐れがあり、緊急時にはドライバーが、コクピットからプランジャーを操作し、ブレーキ内部にオイルを注入して、ロックを解除するという安全装置を備えていた。エンジンは W196 と同様、直列4気筒を縦に2基並べて、直列8気筒としている。右に60度傾けて、シャーシに搭載する手法や、ボッシュ製燃料直噴システム、デスモドロミック式バルブ開閉制御などの独自の機構も共通している。エンジンが傾いているため、トランスミッションとプロペラシャフトが左側にオフセットしており、操縦席のドライバーはフロアトンネルをまたぐ格好で着座する。排気量は F1 用の 2.5 リッターから3リッターに拡大された。シリンダーブロックは軽量なアルミ合金製に変更されたが、これはレーシングエンジンとしては初の採用例であった。ボアハイ 78mm ストローク78mm のスクエアで圧縮比は 9.01。ピークパワーよりも中低速での扱いやすさを重視しており、最高出力は 310PS、7500rpm。また、特殊燃料を使用する F1 と違い、億単価の低い市販ガソリンの使用にも対応している。5段ギアボックスは2足以上がシンクロメッシュ。ディファレンシャルギアの背後に設置され一体化している。オープンとクーペがルーイングドアを開放した 300SLR クーペボディスタイルは当初クーペタイプを予定していたが、ドライバーから視界が悪い、熱がこもる、騒音がひどいといった反対意見があり、オープンボディで行くことになった。ボディは軽量のマグネシウム合金製で W196 の高速サーキット仕様と似たフォルムを持つ。ボディサイドに排熱用のエアスクープが開いている点も共通である。ドライバーのみが乗車する場合、サイドシートをトノカバーで覆い、ナビゲーターが同乗する場合は、幅広のウィンドスクリーンを装備した。クーペタイプは 300SL と同じく、スペースフレームの構造上がルウィングドアを採用している。7、8号車は、メキシコのカレラ・パナメリカーナメヒコ市通常用として製作されたが、大会が中止となったため、主にレース開催地への移動用、練習用に使われた。10号車は1956年用の開発モデルだったが、ワークス活動の休止により日の目を見なかった。レース活動休止後、設計者のルドルフ・ウーレンハウトは7号車をプライベートカーにして公道で運転した。このウーレンハウトクーペは、ボディ右サイドの排気管に大型のサイレンサーをつけているのが特徴で、1968年の東京モーターショーでメルセデス・ベンツのブースに展示された。エアブレーキルマン24時間レースが行われるサルテサーキットには全長 6km のユノディエールストレートからミュルサンヌコーナーに飛び込む急減速地点があり、ブレーキを酷使する状況となる。本番ではその対策として減速時にドライバーがダッシュボードのレバーを操作するとヘッドレストと一体のリアデッキが後方に跳ね上がりエアブレーキとなる機構を投入した。ギアボックスとリンクして2速にシフトダウンすると自動的に閉じ、行角も2段階に調節可能という凝った仕掛けであった。ダイムラーベンツは1954年から F1 と並行してスポーツカー世界選手権に参戦する計画だったが F1 のスケジュールに忙殺されて実行できなかった。開発用の1号車は F1 イタリア GP のレース後モンツァサーキットでテスト走行を行い、W196 から3秒落ちというタイムを出した。実戦用マシンの完成はさらに遅れ、1955年シーズン開幕後も第2戦まで欠場した。この間、ノンタイトルレースのブエノスアイレス GP では、W196 シャーシに 300SLR の3リッターエンジンを搭載して予行演習をしている。その他、5月のアイフェル連年、8月のスウェーデン GP という非選手権2レースでもファンジオが優勝しており、300SLR は出場6レース中5勝という見事な成績を収めた。チームは1956年シーズンに向けて軽量化したエンジンの開発を進めていたが、本社がレース活動からの全面撤退を発表し、300SLR の活躍は1シーズンのみで終了した。300SLR と SLR スターリングモス2000年代にメルセデス・ベンツとマクラーレンが共同開発した高級スポーツカー SLR マクラーレンには名称の他にも跳ね上げ式ドア、サイドエグゾースト、エアブレーキといった 300SLR へのリスペクトが込められている。2006年発表の722エディションはミッデミリアでモースジェンキンソン組が付けた車番722にちなむもの。ミッデミリアでは出走順にスタート地点の出発時刻を車番にする習志があり、722は午前7時22分スタートを意味する。2009年発表の最終タイプには SLR スターリングモスの名が付けられ、ボディデザインも 300SLR オープンをより意識したものとなった。2011年、モータースポーツと関わりの深いタグ・ホイヤーは、メルセデス・ベンツとコラボレートし、彼ら 300SLR1887 クロノグラフを限定発売した。バックケースには 300SLR のシルエットが刻印されている。アルフレッド・ニューバウアー、メルセデス・ベンツ、レーシング・ヒストリー-橋本茂春役、三木書房、1991年、94ページ。ISBN 978から48億9522万1481。AB 平山照彦、栄光に彩られた、スポーツカーたちスポーツカープロファイルズ1947から1965三木書房、2003年、53ページ。ルイス W スタインウィーデル、ワールドカーブック10メルセデスベンツ池田映像役、産経新聞出版局。1973年、179ページ。北アイルランドのダンドロットサーキットで行われる、王立自動車クラブ主催レース。1905年に始まる最古の自動車レース大会の一つ。タグ・ホイヤー・カレラ 300SLR1887 クロノグラフ LVMH ウォッチジュエリージャパン株式会社 http://prtimes.jp/main/html/rd/p/00013.0000279.html2011年8月16日閲覧。ありがとうございます。